木下智彦でございます。今日もお時間いただきましてありがとうございます。冒頭なんですけども、先ほどからですね、勉強会でいろいろな発言があってということで、それにですね、たくさんの時間をかけてお話をされていると、質疑の方もそうでしたし、で、我が党もですね、端的に、事実関係、それから、対処についてお話をさせていただきましたが、あまりですね、今回のこの法制、この法案にですね、やはりもう少しですね、しっかり時間をかけていくべきだと思っておりますので、これですね、やはりもうこれ相当重要なことだと思うんです。止めることがあってはいけない。確かにですね、自民党内でですね、そういうふうな発言があったこと、私も本当に残念だなと思っておりますし、ただそれに対してですね、今日見ていればですね、総理もそんなにイライラされることなくですね、淡々とお話しされていたかなとは思いますけれども、そうは言いながらですね、どうしても止まってしまう、もしくは、議論がですね、拡散してしまうということがあるのでですね、その辺はお気をつけになられてですね、ぜひともですね、本題のですね、議論をですね、展開していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それではですね、まず最初本題に入らさせていただきますけれども、安全保障環境の変化と、これですね、総理今までもいろんなことを言われております。で、そうだからこういう変化があるからですね、集団的自衛権の限定容認が必要なんだというふうな、そういう帰結をですね、ある程度は私は話されているのかなというふうに思っておりますがですね、先ごろ行われました参考人質疑などでもですね、前の、防衛大臣の方であるとか、あとはですね、昔のその内閣法制局の方であるとか、そういった方々もですね、説明が十分でないというふうに言われている方がもうほとんどなんですね。で、何が説明が不十分かというふうなところはですね、環境変化については私が思うにですね、それなりのことは言われているんだろうと思うんです。しかしですね、その環境変化が、実際のですね、この集団的自衛権の限定容認につながるような、そのために、こういう法制がですね、必要だという部分についてがですね、やはり少し、抜け落ちているというと、失礼かもしれませんがですね、そこがもう少しやはり丁寧に説明されるべきだと思います。で、そうは言いながらですね、今までの答弁、ご答弁されているところを見ていると、それなりに、そういったですね、答弁、散りばめられております。で、ここでですね、改めて、今の、論理でですね、どうしてその集団的自衛権の限定容認というのが必要なのかという部分も含めてですね、改めてもう一度お話しいただければと思います。安倍内閣総理大臣、今までもこの安全保障環境の変化について申し上げてまいりましたが、例えばですね、北朝鮮というのは弾道ミサイルを数百発今やこれ配備をしているわけでございますし、それに核兵器等の大量破壊兵器を載せる技術についても進歩させているところでございます。これは昭和47年の見解を発出したときにはない状況であります。その中において、例えばですね、日本はミサイル防衛システム、海上で撃ち落とす、あるいは陸上で落とす、PAC-3 と SM-3 で対応しようとしておりますが、これはまさに米国とのですね、米国との共同対処に近いものになるわけでありまして、米国からの情報をもとに対応していくわけでございますし、そしてまた例えば日本もイージス艦を持っているわけでございますが、米国も日本近海にイージス艦を展開をさせていく、そしてこれはリンクすることができるわけでございまして、こうした日米のイージス艦がお互いにリンクをしながら、このミサイル防衛網を張っていくことによってですね、日本はより安全になっていく、しかしこのリンクを突破しようとする
上においてですね、それを、破壊をしていこうという、ことはですね、攻撃をする方の側は当然考えるわけで、ございます。こういう状況というのは昭和47年には全くなかったんだろうと、こう思うわけで、ございます。そしてそれを破壊することは国にはまさに我が国への攻撃につながってくると判断も十分にできるわけで、ございます。また、この法制におきましては海外にたくさん出ている法人をですね、救出する保護するための法整備も進めるわけでございますが、現在多くの国々でですね、この日本人のですね、命が狙われるということも発生をしているわけでございます。そうした状況の中において、また先ほども議論が出ておりましたが、南シナ海あるいは東シナ海における中国の公船の振る舞いというのもあるわけでございますし、そしてまたスクランブルもですね、自衛隊のスクランブルも緊急発進して対応する、そのこともですね、10年前と比べて7倍に増えているのが事実でございます。私が先般沖縄を訪問した際にもですね、残念ながら自衛隊がスクランブルをしなければいけないという状況は起こっているわけでございます。そうした状況に対応する上においてですね、日本一国のみでそれには対応できないわけでありまして、米国あるいは世界の国々と協力して地域や世界の平和と繁栄を確保していく、安定を確保していくことによってですね、日本の商船タンカーもですね、自由に日本に支援やさまざまな材料を運んでくることができるということではないか。例えば海賊対処法というのを作りました。これは武力の行使ではなくて警察行動ではありますが、かつては日本の自衛官は日本人のみをしか対応できなかったのでございますが、まさにこれはグループでですね、グループでゾーンディフェンス等をお互いに協力しながらやることによって効率的に海賊対処が可能になっている、そういう今新しい時代を迎えているということも大きな環境の変化ではないかと思います。以上、木下智彦君。ありがとうございます。今お話しされたところ割と端的にお話しされていると思います。でただですね、いろいろその各省庁のですね、内容を見ていますとですね、そこまでのことっていうのがですね、明確にもっとやっぱり表で出していかなければですね、国民の理解が得られない。でこれですね、いくら説明してもですね、なかなかそう言いながらですね、浸透はしていかないもんだろうと。私もですね、大阪 の、 議員でございましてですね、前回 の、 その都構想の、住民投票でですね、橋本徹、最高顧問がですね、何百回と説明をさせていただいて、で私たちそれから地方議員なんかもですね、もう合わせるともう1000回2000回もう本当に回数をですね、説明させていただいた中でも全然その、説明が足りないであるとかですね、そういうふうなことは言われてしまうわけです。ですからもっとそこをですね、前面に出していただきたいなと思うんですけれども、そう言いながらですね、今おっしゃられたようなことというのはですね、外務省のですね、我が国を取り巻く外交安全保障環境という分析でですね、こと細かに書いてありました。で、なるほどなと思われるところ、それからもう相当、分析されています。ただ私が見ていてですね、もう少し突っ込んだところ必要なんじゃないかなと。これ一つはですね、アメリカのことについて書いてあるんですけれども、アメリカのことを書いてあるところはですね、ほとんどがですね、日米同盟のを中心にしながらですね、アジア太平洋のですね、強化をしていくんだと。いうふうな形のことを割ともうそのアメリカはですね、日本に対してですね、相当日米同盟をですね、重視しているというふうにこう自画自賛というのか、そういうふうな形のことしか書いてないんですね。で確かにそうだろうとは思いますが、いろいろなですね、海外の状況、アメリカの状況を見てますとですね、今実際にはですね、アメリカのですね、民主党だけではなく共和党の中にもですね、日本の防衛に資するようなこと以上にですね、中国との、関係を密接に結んでいこうと、これはですね、争いを避けるという意味では必要かもしれませんが、そういう形のことを言い、しかもですね、日本の防衛に資するような、予算というのは削っていこうというふうな、そういった意見も見られるようになってきていると。でこういう状態の中で、私の解釈ですけれども、そういう中では、日米同盟の強化をですね、日本としてももっと積極的にやっていかなければですね、言ってしまえばですね、見捨てられてしまう
というふうな状況もあり得るだろうと。だからこれをどういうふうにして分析しているのかということもですね、もう少し話がされるべきなんではないかなと。でこれはですね、私が言うような話ではなくって、本来であればですね、自民党の議員からですね、そういうような質問が私はあっていいんじゃないかというふうに思っております。で、まあ、それについてはまあコメントをそんなに、させていただきませんが、まあ、もっとですね、そもそも論から言うとですね、今置かれている状況の中、まあ、例えばですね、アメリカの、その、まあ、海軍、第7艦隊ですね。あの、第7艦隊で、まあ、実際にですね、予算というのは、まあ、5兆から7兆というふうにして言われております。これはですね、今回の法制、もしくはこういった日本の体制によってですね、やっていかなければ、もしくはそのアメリカとですね、まあ日米同盟がない状態、まるで、まあ、反対しているような人たちはそういうことを私は言ってるんだろうと思いますけれども、今回の状態をしなければですね、日本が独自にですね、何兆円も予算を取ってですね、それで独自にやっていけるのかどうか、それともですね、今のその、世界的なですね、安全保障体制の中でですね、やっていくのかと、この決断が迫られていると。いうことについてもですね、これは政府からしっかりと私は発言していただきたいと思います。どうぞ。中谷防衛大臣。はい、まさにご指摘の通り、日米同盟というのはこれまでも日本の安全にとって、大事なものでありましたが、今後さらに、日本の安全にとりまして抑止力となり、そして対処力を上げるという意味ではますます重要になってきております。で先だって、4月の末に日米の防衛協力のガイドライン、これの見直しの合意をいたしましたが、改めてこの日米の同盟の必要性を確認をし、シームレス、グローバル、メカニズム、こういった点でさらに機能できるようにいたしております。で先ほど七艦隊の話もありましたが、より密接にですね、協力をして我が国の安全、また地域の安定を図っていく、またグローバルに対処していくということであります。でもっと現状についてはっきり、述べろということでありますので、防衛省としても申し上げますが、北朝鮮のこの核開発とミサイル、弾道ミサイルの増強、これまさに我が国の安全に対する重大かつ差し迫った脅威でありまして、3回核実験をしました。これかなり核兵器の小型化、弾頭化、これが実現に至っている可能性、これも排除できておりません。またミサイル、これは通常ミサイルというと発射塔があって燃料注入というイメージを皆さん持たれておりますが、もう発射式の移動体になってですね、もう深夜とか早朝にわからないうちに準備をしてしまいます。また車に乗せて移動しておりますので、かなり多数の複数の弾道ミサイル、これを発射するなど奇襲的な攻撃能力が増えてきておりますし、また精度も上がってきたと、まあ、いうようなことでありますし、最近は潜水艦発射の弾道ミサイル SLBM、まあ、こういったものも実験を重ねておりまして、まあ、こういった事態に対処するにはさらに日米同盟が機能的に発揮できるようにやっていかなければならないということで、まあ、今回、平和安全保障法制、これを提出しておりますが、こういった日米同盟がより機能して抑止力、また対処力を発揮できるということで、非常に必要な法案だと認識しておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。木下智彦君。わかりました。ただですね、まあ、そうであるからこそ、まあ、実際にはですね、まあ、戦争するんじゃないんだと、自国の防衛のためにやっていくんだというふうなことは非常に重要だろうと思います。まあ、その中でですね、言われていること、現実に発生した、事態に対する対処ということでですね、今回、政府の形で言われているのはですね、現実に発生した事態の個別具体的な状況に即して、主に攻撃国の意思、それから能力、事態、発生場所、その、規模、対応推移など要素を総合的に考えて、我が国が戦果および蓋然性、それから国民が被ることになる犠牲の深刻性、重大性などから申請や参与権を満たすか否かと、客観的合理的に判断するというふうな形で言われています。この客観的合理的というところなんですけれども、ここがですね、
やはりちゃんと担保されなければ、これ国民がですね、安心して、まあ、任しておれないということだと思うんですね。で、まあ、今まで議論されているところはもうほとんどそれだというふうに思っていてですね、その、まあ、客観性合理性どうやって担保するのかと。いうことだと思います。で、まあ、今までのこの法制のですね、中で、法案の中ではですね、言われているのがですね、まあ、国会の承認だというふうに言われております。ただですね、まあ、これも、我が党のですね、まあ、最高顧問、橋本、徹最高顧問がですね、まあ、ツイッターなんかで言われてますけれども、危なっかしくって国会議員だけに任してられないと。まあ、こういうふうに言われているのは、まあ、非常に私たちも情けない話ではあります。ただですね、実際に、この、委員会のですね、議論を尽くしているところを見ていてもですね、全くもって結論が出せない。こういう状態で、もしもですね、実際にこういう事態に、が発生したときにですね、早期に結論が出せるか。しかもですね、専門性の高い領域に対してですね、国会議員だけでですね、判断ができるかというところは、はなはだ、やはり私が国会議員でありながらもですね、疑問を感じてしまう状態でございます。で、まあ、まあ何度も言って申し訳ありませんが、まあ橋本徹顧問なんかはですね、言ってます。まあ、これがいいかどうかは別として、実際に国会議員がですね、前線に赴きですね、その、まあ、日本の国民のですね、命を預かるような、そういった判断をしていくためにはですね、実際にそういう現場に行って何が起こっているかということが判断できるようでなければ、国民の納得は得れないんではないかと。まあ、これは、まあ、一つの意見ではありますけれども、まあ、そういったことも含めて考えたときに、私は考えているんですけれども、本来、まあ、スピードもそうですし、それから結論もどうやって導き出すかと考えるとですね、今のその国会の承認というふうなプロセスだけで本当にいいのかどうか。で、私はちょっと提案させていただきたいんですけれども、本来であればですね、まあ、国会議員の中でも各党からですね、よりこういったことに対する、知識を長けている議員を出し、そして、第、三者、まあ、有識者ですね、有識者の人たちも集まった状態で、フルオープンでですね、議論され、より透明性が確保された状態でですね、結論を出していくと。こういった承認プロセスをですね、やる方がですね、国民の理解は得れるんじゃないかなと。これがないからですね、国会議員の中でですね、こんな議論したって、もしかすると戦争が起こるんじゃないか、こんな人たちに任せていていいんだろうかというような、私は意見が出てくるのではないかと思うんですが、その辺はいかがお考えでしょうか。安倍内閣総理大臣。まあ、この方、まあ、基本的にはですね、まあ、私どもの、案におきましては、政府として、情報収集に努めながらですね、客観的に、まあ、判断をしていくわけでございますが、まあ、その上で、その危機事態ということについては、まあ、国会の、まあ、承認を得ることになります。今、まあ、ご提案をいただいたのは、それは、国会議員全部ではなくて、少人数ということなんでしょうか。少人数 で、でそこにですね、そこにいわば、対外費のようなものもすべてお見せをしながらご議論をいただく。まあ、それはもちろん一つの考え方としてはあるんだろうなと、こういうふうには思うわけでございますが、しかし基本的にはやはり国会決議が武力で行使をする以上、国会決議は必要だろうと思うわけでございます。その上において判断をしなければいけない。しかし、当然ですね、このまず一義的に判断するのは政府において、ここはもうすべての情報を集め、各国の考え方等もですね、情報を分析をしつつ、かつ外交手段を尽くしたかどうかという判断もそこでするわけでございますが、ここで正しいことを、正しい判断をするということが最も求められるんだろうなと思います。つまり、これは存立危機事態でもないのに、存立危機事態という判断をしてはいけませんが、もっぱらその理論が多いんですが、存立危機事態になっているのに、そういう判断をぐずぐずして出さない間にですね、これは決定的な危機を迎えるということもこれあり得るわけでございまして、いわばそこはまさに先ほども岡田代表と話をいたしましたが、法律を作ればすべて大丈夫ということではないわけでありまして、
あくまでも最終的にはですね、この政府の能力が高いかどうかということに、尽きるわけで、ありまして、その時の、政府がですね、絶対にこれは、自衛隊を動かさないという判断をもししていればですね、これは個別的自衛権についてもこれ発動されないわけでありまして、法律があるから自動的に発動されるわけではなくて、政府がその判断をしなければならないということにもなってくるわけでございます。まあ、だからこそ、まあ、政治家そして行政府の責任は、とっても重たいんだろうなとこう思うわけでございますが、その中において、行政府だけでは、自衛隊を動かして武力行使するべきではなくて、これやはり、国会の議決を経なければならないということではないか、まあ、その上において今維新の皆様がですね、この特別の委員会で議論したらどうかというご意見、まだその具体的なものを私も見ておりませんから、まあ、論評は控えさせていただきたいと思いますが、いずれいたしましても政府だけではなくて、国会議員の皆様にも英知を発揮していくいただく必要はあるんだろうとこのように思っております。木下智彦君、はい、最後は、まあ、あの国会の、まあ、決議が必要だというところは、分かります、まあ、ただですね、そのプロセスそれがですね、明確であればですね、国民もですね、安心して、まあ、そういった議論にですね、理解を示してもらえるようになるだろうと、まあ、それとですね、やはりまあ国会議員がですね、自覚を持って、その自覚というのは何かというとですね、国民の命を預かっていると、真剣なこの自覚というのをですね、やはり促せるような、そういったあの承認プロセスをですね、確立していけばなと思っておりますので、ぜひともですね、今後もご議論いただきたいなと思っております。で、もう一つ、まあ、ちょっと話が戻るんですけれども、先ほどのですね、あの米軍との共同行動と、言ったところなんですけれども、今私が見ていてですね、思うのが、まあ、例えばその、まあ、日本近海も含めてですけれども、日本の防衛に資するような行動を共同行動として米軍のですね、まあ、米海軍の第7艦隊とするというふうにしたときにですね、今欠けているんではないかと思われるのがないかというとですね、まあ、その共同行動の中のですね、戦略の立案というところだと思うんです。これはですね、まあ、現実問題、私が理解しているにですね、米軍にですね、ほとんど委ねられているというふうに、これ言っても、過言ではないと、まあ、否定されるかもしれませんけれども、実際はそうだろうと思われます。ただですね、まあ、今回の法制が、によってです、法案によってですね、より明確にですね、日本の防衛というものをですね、主張して、その、そこがですね、ちゃんとその共同行動のですね、戦略立案の中でですね、反映されるような、そういったことをですね、どうやって担保していくのかと。本来はですね、そういう話が、まあ、この法案の先にはですね、あるべきだと思っておりますが、まあ、今まで見ていてですね、そういう、議論がなかったのが私は残念だと思っているんですね。だからそういう意味でですね、どういった形で、そういう戦略立案、もしくは戦略にですね、深く関わっていくかというところについて、どういう、ご見解を持っていらっしゃるかというところをお願いします。中谷防衛大臣。これはあのまさにあの日米防衛協力のための指針ガイドライン、これの協議でありますが、もう足掛けあの2年以上ですね、あの小野寺大臣の前の森本大臣の頃からですね、日米間で協議をしてまいりました。で、あの今回のあのガイドライン等につきましては、やはり日米双方あの率直な国益また国家戦略がありますので、あの十分にあのそういったことで話し合いをし、まあ、ある時はあの大臣同士、あるときは実務同士、あるときは政府同士、これはあの緊密にあの協議をして、今年の4月に、取りまとめがありました。で、これをもとに、まあ、これからあの2つのことをいたします。これはあのやはり同盟メカニズムとして、あのきちんとこう機能できるような仕組みを平時からこれ作っていく。もう一つは共同計画。こういったあの実際の計画をですね、あの作っていくと、まあ、いうようなことで、あのまさに、機能しうるですね、あの体制に、まあ、してきたということですが、この間にはあの日米でですね、あの双方の主張を述べ合って、あの双方が理解をして、作り上げたということでございます。以上。木下智彦君。あのまあ
いろいろお話をされています、まあ、ただですね、まあ、現実、私が聞いているところによりますとですね、今のその防衛大学のですね、まあ、カリキュラムの中でもですね、そんなにたくさんの、カリキュラムコマ数をですね、戦略立案というものにですね、割いていないというふうに聞いております。で、これはですね、これから先、これをですね、しっかりやっていかなければ、米軍の考えるですね、戦略の上に乗っていけばですね、必ずこの今政府が言われている集団的自衛権の限定という、その限定のですね、枠をですね、超えるような形で、もともと超える、もしくは超えてしまうようなことまでですね、まあ、戦略の中でですね、組み込まれていくことをどうやってこれ、止めていくのか、それはやはりその我が国がですね、主体的になって自国の防衛の部分に関してはですね、戦略に、しっかりとですね、組み込んでいかなければ、組み入れられていかなければならないのではないかというふうに思います。ですからここはですね、しっかりと、どうやってやるのかと、具体的な話をですね、担保できるようなそういった協議をですね、まあ、やっていただかなければならないのではないかなというふうに思っております。はい、中谷防衛大臣。はい、まあ、我が国の防衛の基本的な考え方、民主党の長島委員もおられますが、まあ、民主党の時も防衛計画の大綱というですね、基本的な考え方 を作って、今統合機動防衛力と、まあ、いうことで、まあ、新しい時代に向けた日本の防衛の在り方、こういうものをまとめて防衛計画の大綱といたしておりまして、これを中心にですね、じゃあ5年間どうするかということで中期防衛力整備計画を作って逐次実施をしておりまして、かなり日本の防衛の体制というのは変化をしてきております、時代に合わせて。で、日米間でじゃあより機能的に対応しようということで、その島嶼防衛とか、また共同訓練とか、連絡のシステムとか、まあ、こういった面で相当こう今変化をしながらですね、あくまでも我が国が主導権を取りながら我が国の防衛計画の大綱に従ってですね、進めておりますので、まあ、こういった面で常時協議をしながら日本の防衛というものを進めていきたいと思っております。安倍内閣総理大臣。まさにこの安倍政権になって初めてですね、国家安全保障戦略というものを定めたわけでございます。まあ、これはまさに国の防衛、まあ、外交も含めておりますが、戦略を定めていると。まあ、この上に立ってですね、まあ、様々な防衛のための戦略を進めていく、細部を決めていくということでございますが、そしてその上に立って、先般、決定をいたしました日米ガイドラインにおいてですね、今度は初めて、日米共同で作戦計画を作っていくということも、まあ、決まったわけでございますので、これはまさに日本が組み込まれていくというのではなくて、日米で作っていく、日本や地域の平和と安定のために日米で戦略を作っていくという方向に向かって今進み始めていると思います。委員長、木下智彦君。まあ、ぜひともですね、そういう姿勢、これをですね、もう少し、これから先ですね、前面に押し出していくべきだと。まあ、それこそがですね、まあ、戦争をするんではなくて平和のために資する、まあ、防衛というものを作り上げていくことになるんではないかなと思っております。それから最後にですね、お話をさせていただきたいこと、まあ、今回のですね、法案、これはですね、まあ、先ほど伊坂委員もお話ししておりましたけれども、私の解釈するところにですね、よると、まあ、今回の法案はこの憲法の9条の範囲内で、まあ、限定容認をしようというふうな流れだと思っております。しかしながらですね、私見ていてですね、まあ、今まで、自民党さんの中でもですね、憲法の改正案というのが出てきております。まあ、実際に見ているとですね、9条のですね、まあところにも手を入れられていると、そういう中で、総理が考えられているところで、今回のこの法案が通ればですね、まあ、当面と先ほど言っていましたけれども、当面の間ですね、この9条をですね、変更する、もしくは改正をするというふうなことをですね、お考えになられているのかいないのか、これはっきりしていただいた方がいいと思うんです。というのはですね、まあ、連日ですね、この国会の前でもですね、いろいろプラカードを持っていろいろ反対というふうに言われていらっしゃる方、まあ、9条を、壊すなとかっていうふうに言われている方は、まあ、その彼らの、主張の根拠というのは分かる。ただ9条をなくすなというふうに書いている人もいらっしゃるんですね。で、私が思うに、これは9条をなくすもんでもない、9条を守りながら、今現行できることだと
というふうに理解しておりまして、それをまあ今うなずいていらっしゃいますけれども、まあ、それを前提にした上でですね、今後、まあ当面となるかもしれませんが、9条をですね、改正していくことと、この法案とのですね、関連性も含めてですね、最後にコメントいただければなと思います。安倍内閣総理大臣。もちろんですね、今、ご審議をいただいているこの平和安全法制は、憲法9条の、これは範囲内で、あります。合憲のものであるのは当然のことで、ございます。そして、まあ、憲法改正につきましては、自民党でですね、まあ、9条の1項は残しつつですね、9条の改正案についても、当時の谷垣執行部で、憲法改正草案を出して、おりますが、なんといっても、国民の過半のですね、これは支持がなければ、まあ、憲法改正はできないわけで、ございまして、まあ、現状ではとてもですね、この例えば9条について、解散せよという状況にはなっていないと私はまあ認識をしているわけで、まあ、ございます。まあ、その中におきまして我々はですね、今できることはやるべきだという中において憲法の範囲内で今回の改正を行っているところでございます。繰り返しになりますが、憲法の改正については、まあ、国民的な議論の広がり、まあ深まりをしっかりと見ながら判断していく、そしてどの条項からですね、改正していくかということについても、まあ、まさにこれは今党内でご議論をいただいているところでございます。また憲法審査会でのご議論もいただいているところではないかと思います。木下智彦君。まあ、端的に申し上げると、当面の間ないという結論だなというふうに私は今理解させていただきました。まあ、言いながらですね、昨年の10月30日に私予算委員会で、総理にお話しさせていただいたらですね、解散はないかというふうに言ったらですね、2週間後、全くないとおっしゃりながらですね、2週間後に、解散されておりますので、どこまで信じていいのかということはあります。まあ、しかしながらですね、まあ、今の、コメント非常に私は重要だと思っておりますので、ぜひともですね、その姿勢で、進んでいっていただければと思います。ありがとうございます。どうも。次に青柳陽一郎君。はい、委員長。青柳君。はい、維新の党の青柳陽一郎でございます。本日も質疑の